フレッド・ニブロは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、俳優である。アカデミー賞を設立した36人の人物の一人である。映画芸術科学アカデミー36名の創設会員1874年1月6日、ネブラスカ州ヨーク郡ヨークに、フレデリック・ライト家として生まれる。1927年5月11日、 ルイス・ビー・メイヤー、ダグラス・フェアバンクスらと共に、映画芸術科学アカデミーを創立、アカデミー賞を創設して、1929年5月16日には、第1回アカデミー賞を開始した。1948年11月11日、ルイジアナ州ニューオーリンズで死去した。満74歳没。最初の妻ジョゼフィン・コハンとの間の長男フレッド、ニブロ・ジュニアは、 脚本家として成功した。ハリウッドウォークオブフェームに星を持ち、彼の監督作のベンハーは1997年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。同時代の日本映画には多大な影響を与えており、ススキタ六平は気結ゾロを本案して解決高の脚本を書き、二川文太郎が監督して、主演の高木慎平が超人と呼ばれ、 1927年に冬島、大蔵が本案して、脚本を書き、絹笠定之助が監督した、鬼あざみは、紅百合が、原作で、二風呂の名がクレジットされている。ベンハーに影響を受けた、岩江賢治という青年は、1927年に映画俳優としてデビューするにあたり、主演のラモンのバロから名をもらい、ラ・カド・コウザブローと名乗り剣劇俳優となった。 666、66 1916年、首都、砂、1922年、ありがとうございます。